2月16日、50センチの大雪にも負けずに、梅が満開となりました。しだれ梅ですね。今日も15度ぐらいなりそうですけども、なんとか咲いてくれましたですね。お隣の庭の白梅も綺麗に咲いています。どこのお庭も綺麗に咲いていますね。明日からはアンパチの百梅園が開園になりますから、行ってみたいと思います。とある樽井の家のしだれ梅でした。